司会進行役を公開インタビューみたいな形で、務めさせていただきます。サラーム長見です。よろしくお願いします。じゃあ一部もう今言った通り中野さんにお越しいただきましょう。ありがとうございます。中野さんお願いします。さっさと始めましょう。まず中野さんのプロフィールを僕の方から読ませていただきます。中野真紀さん、2002年渡仏、フランスに渡る。現在パリを拠点に活動中。自然発生的な即興、エリック・サティの楽曲を取り入れた演奏からなるユニットキー、KY、キーの傍ら、西アフリカのミュージシャンとのバンド、モロッコスーフィー教団楽師プラスフリージャズのプロジェクトを並行し、ジャズ・ワールドミュージックを横断。2021年11月に多重録音による初のソロアルバムオープンレディをリリースとなっています。中野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お帰りなさいですね。まずねオーメックスって川島社長も一緒だったんですけれど、ワールドミュージックの昨日パリから戻られたんですよね。エキスポから帰ってきました、ね、お疲れ様でした。いやいや全然大変だ。中野さんもパリですもんね普段ね。そうですね。あと、うん、11月14日の演奏が終わって2日後にすぐ帰るんですけれども、はい、もう日本ラストスパートで満喫します、うん、そうですね。今ずっとじゃあホテル暮らしですか。今ずっとホテル暮らしで、うん、これは後ほど皆さん見ていただきたいんですけど、自分で言うのもてか自分でブッキングしてるくせに、うん、この人何やってんのかなって感じで、最初に山形の鶴岡の合山神社って、まあ、1890何メーターかなある山に登って楽器を背負って登って奉納演奏から始まって、ようやく11月なので、うん、かれこれ2ヶ月ぐらいツアーを30公演ですよね。アバウト、うん、はい、すごい公演をやさる、もう巡業ですね本当にね。それで分かったのが、うん、巡礼だったっていうことが分かったんです。巡礼でしたか。はい、僕もコンポステラから帰ってきたばっかりなので、ね、巡礼の音楽を、はい、巡礼だったわけですね。じゃあ中野さんのこの音楽ってもともとジャズだったわけですよね。そうなんですよね、うん、サックスを始めるきっかけっていうのは本当に不思議な出会いで、うん、はい、ああいった形変わった形してますよね。後で多分演奏できると思うんですけれども。そうですか、ありがとうございます。ああいったこう金色のなんかこう曲がったような、うん、楽器をいつか演奏するんだろうなと思ってたら、うん、本当に演奏していて、うん、今の今までついこの間45歳になったんですけど、おめでとうございます。これからも多分サックスを携えて演奏するんだろうなと思うんですけど、でもやっぱりジャズなんですよね最初は。最初は、うん、それがでも今アフリカとかアラブとか、うん、いろんなクラシックだったりいろんな音楽を取り入れるようになってきて、もう百発百中皆さんに聞かれるのが、なんでニューヨークとかニューオーリンズじゃなかったんですかって言われるんですよね、うん、フランスに行った理由っていうのを聞かれるんですけども、うんうん、もちろんそのジャズの発生的なものは歴史的にアメリカとは言われてるんだけれども、うん、何かこう予感的に、いやちょっとヨーロッパに何かあるような気がするみたいな、うん、で最初はフランスとかパリっていうのは、ごめんなさいね、フランス好きな方がいらっしゃったらあれなんですけど、うん、本当に興味なかったんですよ、うん、いわゆるオフランスっていうか、うん、そのイメージの中にある、うん、もちろん映画好きだしジャズが好きだし、うん、絵画も好きだし、うん、お料理も好きなんだけれども、そのイメージの中にあるフランスっていうものには本当に興味がなかったんですが、はい、うん、渡りますと、うん、サラムさんもよくご存知で、パリの北にあるアラブ街だとか、うん、アフリカ人街だとか、ああいうところに住んだりとか、うん、あるいは一緒に演奏しているプレイヤーと接すれば接するほど、うん、フランスの魅力っていうのに、まあ、どんどんハマっていくといいんです、うんうん、だからもちろんジャズっていうベースがあるんですけれども、うん、でもっと深めると、アメリカの1950年代60年代っていうのはやはり迫害があったわけですね、レイシズム、うんうん、黒人に対する、うん、でそういった方々が、まあ、バド・パウエルだとかマイルズだとかが、うん、ヌーベルバーグのあの時代にパリでもろ手を広げて迎えられて、う
それこそ多分耳元でジュリエット・グレコがあの枯葉を歌ったと思うんですよ、うん、でその 感覚っていうのかな、エスプリを、うん、あのまあ、仕方なくアメリカに戻るわけだけれども、うん、そこからフランスのああいったシャンソンだとか、まあ、もちろん枯葉って曲も素晴らしいけどやっぱり詩がすごいんですよね、ジャック・プレベールの、うん、であれを器楽インストゥルメンタルであのカインド・オブ・ムーンの中で演奏したっていうのは、うん、もうジャズを語る上で、うん、もちろんヨーロッパは大事なんだけれども、うん、特化してやっぱりフランスビーキに言うとフランスは話あの絶対必須の地だなと思います、うんうん、でもそのだから今そのなんだシャンソンはもちろんフランス的なものだけれど、でも出会ってきたフランスっていうのはそのシャンソンだから白いフランスだけじゃなくて茶色かったり黒いフランスととも出会ってきたってことですね。そう、私サラームさんの、ね、この茶色いっていうところがすごい好きです。っていうのは黒白じゃないんですよね、うん、グレーもあって、うん、すごくこうキャフェのこういうベレボのね、うん、あの色の感じだとか、それは歴史を紐解くと、うん、やはり植民地っていうのが見えてきますよね、うんうん、でサハラ以南の真っ黒のところもあるし、エチオピアなんて言ったら本当に肌の色が何とも言えない、うん、あの茶系ですよね、うん、で北アフリカのミュージシャンと演奏するきっかけになったのはモロッコのスフィーあの教団の方たちと演奏することになって、うん、でなんと彼らとフリージャズ、まあ、いわゆるフリージャズと、うんうん、あの彼らが持っている伝統的な音楽と一緒にやった時のカオス、うん、そういうものにハマったり、あるいはレバノンのミュージシャン、あるいはエジプトのミュージシャンとやった時に微分音、うん、もう西洋の例えばドレミファシのソラシドの中でもうジャズの、まあ、一応ジャズ科を卒業してるんですけれども、うんうんうん、その中で、繰り広げられる、まあ、ジャズの世界にあのイブラヒムもそうですよね、うん、イブラヒム・マルフも、うん、あのミとファの間にある、うん、教会をこうとほなんだろうな解きほぐすほぐすような音世界っていうのがもう本当に魅力的 で、うん、で彼らと演奏してきたからこそその魅力を自分の中にも取り入れて、うん、で決して真似はできないですし、真似はサラサラしようとも思わないんですけれども、だからコロナの前は実はまあこれ嫌味じゃないんですけど誰も取り上げてくださらなかったんですけど、結構いろんな人連れてきてたんですよ。この間もねウォーマックスで去年お会いしたあのシリアのフルート奏者でナイサム・ジャラルって方がいて、彼女はシリア あのご両親のもとに生まれているので、やはりあのパリで育ったけれども彼女の苦しみっていうのはすごくわかるんですね、うん、っていうのは郊外で育って、うん、もう顔も髪の毛も見るからにアラブなんですよ。で今でこ その彼女 あの表現しているものっていうのはすごくあのピックアップされてるんだけれども、またそこでジェンダーも入ってくるし、彼女の居場所が全くなかった中に、うん、あのシリアの内戦が始まってしまって、うんうん、でこれはどういうことだ、彼女がちゃんあの演奏しているものをみんなで聴こうよっていう動きの中で、まあ、彼女ね2012年日本でツアーできたのは良かったなと思いますし、うんうん、後から見ていただくと思うんですけれども、西アフリカの中でも私は本当に全く知らないんです、うん、あの全然偉そうなことは言えないんですけれども、ご縁があって演奏したブルキナファソのミュージシャンで、あのムッサヘマというバラフォンをあの木琴のね元祖なんですけれども、うん、それを演奏する方とフェスティバルで一緒に演奏する機会があったので、うん、もうすぐそのフェスが終わった後に本当に行ったんですけどね、彼らの村にブルキナファソまで。でこういう話をするとなんかこう日本人の若い女の子が行ってなんかこうお涙ちょうだいみたいな話になるんですけど、うん、じゃなくってそのサラムさんもきっとあの引き出してくださるだろうなとも、一緒に寝食を共にするっていうのは、うん、もう音楽をやる上でこれほどの近道じゃないなっていう感じはしてます。うん、一緒に寝食を共にする、喧嘩もするんですよ、うん、ツアー中なんてね、彼と何回喧嘩したかとかね、うん、いろいろまあここでは言えない話もいっぱいあるんですけれど、うんうん、でもそうやっていろいろな方々と演奏することによってジャズの深さっていうのをこう日本で紹介されているあのアメリカからのこうジャズだけではなくて、あ実はこう例えば武満徹さんがジャズがすごく、ね、うん、エリントン好きだったっていうぐらいに、うん、私たちが持っているジャズの世界観もあるだろうし、だからそこを渋谷さんの方に持ってきたいんですけど後で。ああ、うん、今動画用意してあるものがあるので
ちょっと見てもらいましょう。あ、その西アフリカのね、うん、ブルキナファソの方と一緒に演奏したあれかな、六本木の、あ、これカイン、あ、これはね、今はなきスーパーデラックスだね。ね、コートジボワールのカマレウ語にの人が来れなかった。ああ別にビザの問題でコートジボワールから来るはずだったんですけど、大使館でなんかあの、うん、内戦始まっちゃってて、内戦じゃないんだけれども、うんうん、その名残があって、うんうん、だから那須野満さんというねベースの人に入っていただいたんですけど、またもうちょっと音を上げてください。寝食ともにしてできたようなこのパターンって、うん、まあ、譜面に落とそうと思えば落とせるんですけれども、うんうん、これを譜面を見ながら演奏するほど、まあ、あの失礼なことはないので、うん、もうやっぱりレジデンスの時、アーティストレジデンスっていう、まあ、システムがありますよね、うん、こう1週間とか、うん、あの、あるところでこもって練習して作品を作ってコンサートをするような、でその時にやっぱりいろいろな、まあ、結果、ジャズの面白さっていうのはもちろんコード進行があったり譜面があったりはするんですけれども、うん、それをこの単位内の中に入れ込んで、うん、で、うん、まあ、演奏の時はそういうものを一切取り払って、うん、もう感覚を360度解放させて、うん、でその隣で演奏する人、後ろから聞こえてくるビート、あるいはお客さんの拍手とかに反応して何でもやっていいんだっていうのが、もうこれはジャズの醍醐味だなっていうのを実感しましたね。なるほど、ジャズの醍醐味をパリでアフリカ人や、だから黒い人たちや肌の茶色い人たちや、いろんな肌の人たちと一緒にジャズの、だから今やってることはジャズなんですね。私はジャズだと思ってるんですか。はい、そしてジャズっていう話で出たんですけど、今回の渋谷武さんとの出会いについて、今回共演という形ですよね。はい、これ私ね、渋谷武さんのことご存知の方いらっしゃいますか。あ、いますね。まあピアニストで、御年84歳なんですけども、彼は、まあ、世間的に言うとやはりみんなの歌をこういっぱい作ってきたおじちゃまでもあって、でも私の中ではもうこの方ほどのジャズピアニストはいないんじゃないかなっていう、まあ、ちょっと大げさかもしれないんですが、もう唯一無二の世界を持っている方で、うん、で最後、まあ、最後というか浅川真紀さんのね伴奏もされていて、ついこの間、広島の呉というところで演奏をしたんですけれども、そこにやはり、まあ、いわゆるレコードコレクターの方がいらっしゃって、うん、その方がオーガナイズしてくださったんですけど、うん、でそこで真紀さんとの LP をね全部聞いたんですよ。そうすると渋谷さんのあのトツトツとしたというか、でも彼が演奏すると本当に空気がもう紋切り型ですけれども本当に変わっちゃうんですよね、その1音で、うん、で、あの最初11月14日に演奏できるとは思わなかったんですが、この間伊香保に、群馬にある、うん、あの温泉の伊香保にワールドジャズミュージアム21っていうあのミュージアムがありまして、そこであの ECM レーベルの、うん、
まあ、貴重な写真を、展示するというのは今もやってるんですけど、終わったか、10月いっぱいあったんですね、うん、で毎月誰かこう演奏してくださいってことで、例えば7月はあの鈴木芳雄さんってね、陳さんが演奏したりだとか、本田珠也さんだったりとか、いろんな方がされてるんですけれども、私にまあ白羽の矢というかプロポジションがありまして、どなたでもいいですよって言われたんです。で実際こうフランスで演奏活動してると、なかなかこう自分が演奏の時には人の演奏を聞きに行く機会もなかなかちょっと取れなくて、聞きに行きたい方たくさんいるんですけど、でこんなチャンスはないなと思って、ダメ元で渋谷さんと演奏したいですってこうプロデューサーのっていうかディレクターの方に言ったら、あ、じゃあつなげましょうってことで、本当に信じられないんですけれども、うん、デュオで演奏したんですね、うん、前半私が、まあ、最終的に50分やって、その後に渋谷さんが、で彼はカーラブレーが好きびっくりマークみたいな CD、うん、アルバムを出されたばかりで、それがもう本当にこう自分のご自宅でとつとつと弾いてる感じのまんまなんですけれども、でその世界 でその後私たちが、5、6曲一緒にやったのかな。その時はエリントンが彼は好きなので、イスファハンだとかちょっと名曲的なものとか文句を演奏したり、でそこに私がちょっとこう薄くだら歌ったり、したんですが、そこではちゃんと予行練習で映画音楽を2曲歌いました。ああ、今回の予行演習があったわけですね。そこでなので14日はそこにブラッシュアップされたものが聴いていただけると思います。なるほど。で2回目の共演ということですね。そうなんですね、うん、いや、ああいったレジェンドと演奏できる機会を本当にいただけたのはありがたいですし、うん、本当に聴いていただきたい、うん、でその動画がリハーサル一発目のリハーサル、はい、短いのが短いですけど、はい、あの本人に許可を取って、はい、エリントンのロートンブロッサムというあのビル・ストレホンが書いた曲でもあるんですけれども、彼は私はもう本当に名古屋出身なんですけど、名古屋のラブリーっていうジャズクラブで、はい、渋谷さんの演奏を16とか7とかこう聞いてたんですよ、うん、あのオーナーの河合さんって方がね、あの東京から、まあ、当時ミュージシャンを連れてきて、まあ、あのオーガナイズして、でそういったところで地元のミュージシャンじゃなくって、あの東京のミュージシャンを聴いた方がいいよってことで誘ってくださったのが、まあ、渋谷さんだったんですけれども、だから私は知ってるんですよね、うん、なんだけれども渋谷さんはなんかね、フェイスブックにも書いてたんですけど、彼が、うん、全然知らない人なんですって全然知らないんですけどもって、うん、でも渋谷さんの良さっていろんな、まあ、それこそ小沢健二さんだとか、うん、ポピュラーなところからすごく渋いお三味線の方から、もう射程距離がすごいというか範囲が、うんうん、で私とも一緒に演奏してくださったんだろうなと思うんですが、だからこちらからは彼が多分馴染みやすいレパートリーっていうのかな、だからエリントンとか文句を持ってったんですが、あの14日はねこの、うん、この10年前に今ねレコードが流行ってるんですけれども、自負するわけではないんですが、その10年前にEP ってありますね、45回転の、うんうん、のレコードと CD を作ったんですね。これは何かというと、うん、あの日本語のタイトルは危機的時代の恋愛作法という、まあ、フランスの映画がありまして、でその主題歌を私が歌ったんです、まあ、演奏もしてるんですけれども、うん、でこの曲を渋谷さんにもと一緒にやりたいなってことで、そのリハもねやったんですけれども、うん、はい、なるほど。これはもうじゃあそのサウンドトラック版なんですね。はい、開けましょうか。開けてください。そうで、やっぱり渋谷さんのその渋谷さんの魅力というか、うん、あの私がね僭越ながら話すとしますと、はい、要するにジャズのこうジャズが持ってるイメージっていうのがビートだとか、あるいは、まあ、ビバップ、モダンジャズ、
あるいは、まあ、歴史スイングっていう、 こう連綿と連なる歴史がある中で、実は私エリック・サティっていう作曲家がすごく好き、まあ、好きというかフランスに行ってから私が好きだったってことが分かって、で彼が亡くなったのは1925年なんですよね。で1925年っていうのはジョゼフィン・ベイカーがフランスにたどり着いた年でもあって、もしサティがあのまま、まあ、肝硬変で亡くなってなければどうなってたのかなっていうか、でこれこじつけでなく渋谷さんと演奏してた時に思ったのが、まあ、サティの楽譜って見ると分かるんですけれども、こう小節線がないんですよ。だから四分音符は書いてあったりとか、あ二分音符が書いてあっても4分の4のこう、楽曲であればもう、うん、1234、2234って切れてるわけですよね、うん、でそういうのが取っ払ってて、こう私たちが呼吸するリズム、あるいは演奏する人の呼吸に合わせて演奏していいみたいな。だからサティの例えばジムノペリーっていう、うん、ララ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 ラってあるんですけれども、あれを本当にこうメトロノームっぽく弾かれる方もいるし、もう本当にゆっくりやられる方もいるし、そういったなんかこうマージュっていうのかな、空白っていうのかな、うん、そういうものを渋谷さんって自然体で演奏してる方なんだなっていうのを感じました。リハーサルとかのこの間伊香保で演奏して、うん、なるほど。今回のじゃあ共演はお話を伺うと、牧さんから渋谷さんへのこう、あのなんていうか 愛情を表現のような、公開ラブレターのようなそう親密な演奏が聴けるということですね。この間その薄くだらっていう演奏も、はい、あエリチエミさんが歌ってる楽曲もよくやってきたんですよ。 それこそ2010年にトルコのイスタンブールで録音した場所が薄くだらだったんですよ。その時会いましたよね。そうな、俺が DJ してたんです。恐ろしい縁ですね。遊びに来てくれた。よくよく考えたら、ね、バビロンでしたっけ、なんかクラブで DJ やってて、なんで日本人がいるんだろうって一緒に行ったヤンピタールと言ってて、うん、あ、まあ、声かけたらとか言われて、まあ、その時に初めてお会いしていて、うん、そうですね、でその後に日本に戻ってきてから何かこうまたご縁があって、ね、エルスーレコードで会ったりしたんですよ、うん、見せ場されてた時、うん、でその2010年にあの時は春だったんですよ、うんうん、で2010年の1月に薄くだれでレコーディングした時は、うん、あれ本当に膝丈まで雪が降ってたんですよね、うん、でこれは本当にこうライブの時によくお話しするので、もしかしたら聞かれてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、1月のイスタンブールで雪が降ってるとはどういうことなのかなとこう思ったんですね、うん、そうするとまあヨーロピアンサイドとアジアンサイドを渡る船がありますよね、うん、船があって、でボスファラス海峡を北上する、そうすると見えてくるのは何でしょう、黒海、うん、で黒海の上は何でしょう、ウクライナ、ロシア、シベリアからの大寒波が直撃だったんですよね、うん、であそこの山の山脈っていうかこう日本海から降ってその山脈があってっていうのではなく、もう本当直撃だったので雪が降ったんですけれども、でその「薄くだら」っていう曲も多分14回やれるかな、うん、一緒にやったんですよこの間、うん、実はねアレンジして持ってったら、うん、もうなんかドキドキしちゃって本番に「やらない」って言い出して「うん、えどうするんだよ」とかって思ったの。じゃあ分かりました、私が勝手に一人でやってるので、まあ、気が向いたら演奏してくださいって言ったんです。そしたらそのポロンポロンがたまんなくよくて、うん、この間録音を聞いたんですけど、うん、でその時に薄くだらっていう歌は何なのかっていうのを話をしたんですね、うん、まあ世代的にはどうだろう、エリチエミさんご存知の方いらっしゃいますよね。でその前に薄くだらっていうのはアーサーキッドが歌っていて、じゃあもっとその前にはどこから来た、トルコの歌なんですねっていうふうに皆さん言われるんですけれども、いやトルコなんていうのはこの100年、うん、第一次世界大戦の後の国であって、その前にはオスマン帝国っていう国が、昨日トルコ、ごめんなさい、昨日トルコ、うん、あれ建国99年、 あら、うん、じゃあ来年100年、来年100年、サラームさん絶対なんかいろいろ声かかると思いますよ、はい、トルコ大使館から期待しましょう、はい、そうそう、でオスマン帝国っていう、まあ、何百年もつな続く帝国があって、また話50、オスマン帝国ってきちんと言えますね、
僕たちの世代10歳違うけど、あのオスマントルコって間違った言い方する人がまだ多いんですよ。あ、そうですか、うん、えらい、すいません話を先輩ありがとうございます10歳違うってことが今分かったけど67年ですね。そうで、あれどこだっけな、ハンガリーの映画監督でこの歌は誰のものだっていう映画を撮った人がいるんですよ、ドキュメンタリーで。でその方はバルトーク賞っていうのを撮ってるんですけれども、それは何かというと僕の国の歌だから、うん、ギリシャの人はあれだけ仲悪いのに、うん、でアルメリアの人はいや俺うちらの歌だからみたいな、うん、で要するにトルコだけではなくそのオスマン帝国支配下にあった地域、あの広大な地域で歌われてきたっていうもので、うん、私はやっぱり14日やりたいなという理由は広げ、うん、風呂敷広げすぎかもしれないけれども、やっぱり国会の対岸の人たちもこういう戦慄があったんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、思いたい、うん、でそういったこう誰の歌でもないものなんだけれども、みんながこう知ってる、なんか聞いたことがあるなっていう曲を渋谷さんとやるなんて素敵じゃないですか。なるほど。でもあのマキさんの話を聞いてるとやっぱりあのそのエリック・サティの中のなんだろう、小説線がない、うん、リズムは自分のリズム、そしてウシクダルの歌の国会、もっと言うとあの中央アジアとかから来たメロディーとか、やっぱりそうジャズだ、自分の音楽はジャズだって言ってるけれど、非常になんていうかそう西洋的に割り切れないもの、うん、だからそのなんだろう、牛下らのメロディーとか微分音とか、あとそのエリック・サティだってあれはもう明らかにあのなんだあの小説ね、うん、その神秘主義 の, そのなんだアルメニアとかそっちの方 の, もの。そう、彼がやっぱり19世紀末に、うん、まあ、いわゆる万国博覧会というのがもう物手挙げてやってるわけですよね、うん、西洋っていうのは、うん、でその中でこれは嘘かまことか、あの東欧のブースに行った時にある音階を聞いて、うん、でそこからインスピレーションを受けてグノシエンヌ、うん、ラララララララっていう、うん、あの旋律ができたなんていうのを聞いたり、読んだりしますとね、うん、やっぱりミュージシャンっていうのはいろんなものからの影響があって、でもやっぱりこう自分の中にあるものとの共鳴で化学反応が起こって何かこう表出するものがあるのかなっていうのを考えたり、あるいは今のジャズを考えた時に、まあ、ティグラン・ハマシアンだとかアルメニア、あるいはあのイブラヒム・アルーフもそうだし、あの BJ もそうですよね、インドだったり、あるいは日本、ベトナム、そのみんなのジャズみたいな、うん、あのどこかの国が特権的に使うジャズではなくて、うん、みんなでこうあの、うん、そうハピネスを共有できる音楽なんじゃないかなって思いますし、うんうん、あとやっぱりこう2001年2年にフランスに行って時々こう帰ってきて演奏した時はあのすごく肩身が狭い思いがあったんですね。それ何かというと、うん、ああ君のはジャズじゃないからって本当によく言われたんですよ、うん、でジャズクラブにあのいろいろデモテープを送ったりとかして、今でも忘れもしない、あれもこれもあれもこれもってもう二度と行かないかとかって思うところ結構あるんですけど、うん、実は、うん、で、そういうところでは別にやらなくていいのかなと思って、でそこから、うん、ああじゃあやる場所なんていうのは山の山頂もあるし神社仏閣もあるし図書館もあるし、うん、ギャラリーもあるしどこでも演奏していいんだって、そういう自由を、うん、まあ、享受したいですよね、うんうん、そこでね一人だけすごくジャズの方が私をとても肯定してくれたんですよ。それはどこでしょう、うん、ジャズクラブじゃなかったんです。どこですか。いや私ね東京に来た時に、うん、あの行かなきゃいけないところが2つあったんですよ。東京来たらピットインみたいな感じで、うんうんうん、なんと目黒の柿の木坂から自転車で新宿のピットインに行ったっていうこの地理感のない土地感のなさがびっくりしたんですけど、環七登ってって、うんうんうん、もう一つはあのさっきお話ししてた私の母が再婚した相手が四つ街道出身なんですけど、千葉県のね四つ街道の畑でなんか野菜収穫してるそうなんで、収穫というか作るんです。はいはい、どうぞ。でその、あの私の義理の父になるんですけど、その人がずっと通ってた場所があって、うん、それが四ツ谷のイーグルっていうジャズ喫茶だったんです。でそこには私は行かなきゃいけないというかもうそこに行くものだと思って、うん、あのこそこそ行ってたんですけど、うん、ある時、まあ、行くたびにフライヤーを気に入っていて、うん、そこのオーナーの人が、うん、それね確かさっき見ていただいたバラデっていうアフリカのミュージシャンと一緒にやった時の、うん、あのフライヤーだったんですよ、うん、
でそれを見た時に、あ、面白そうだねっていう、ちょっとこう一筋の光みたいな、ジャズのお店なのに面白そうだねついにジャズに翻弄されたおしそういう瞬間があったということですね。あったんですね。巻きが入りました、はい。今後予定しているプロジェクトを教えてください。はい、あのソロのアルバムこれ作りました。本当に血を吐くほどあの頑張って作ったんですけれども、これではまだ終わりません、うん、今やってるプロジェクトというのは、うん、私は俳句をやるんですけれども、俳句とあのそれに合わせた楽曲と、うんうん、あとまあギャラリー古今という、まあ、縄文室町弥生あるいは平安時代 の、うん、あのまあ、美術品と、うん、古今ですから古いの今の今は、うん、それこそこの間あのエクスポションがあったリー・ウーフェンさんとか、あるいは菅氏あの岸尾さんだとか、現在アートの作家さんのギャラリーがあるんですけど、そこで去年ご縁があってのは演奏も長らくしてるんですけども撮影したんですね。でそのなんかこう何とも言えない雰囲気の写真と、私の俳句と音楽、うん、それも CD ブックっていうのかなんかよくわからないんですけど、うん、そういった作品が来年の3月ぐらいにできる予定なので、うん、楽しみにしてみてください。そしてもう一つ、まあ、まだいっぱいプロジェクトはあるんですけれども、歌だけのアルバムとか。歌だけのアルバムが待ってもう言っちゃったからね、これやるしかない。まだやってないですねでも貯めてるんです。はい、すごい。歌だけのアルバムが今度聴けるわけですねはい、はい。じゃあ中野さんは11月、ビヨンドでは11月14日のこれでこういう綺麗なフライヤーがあります。11月14日の、回第1回目に、渋谷さん、たけしさんと、一緒に、はい、でこの日はね豪華ですよね。 4名、あの畠山みゆきさんと菅大さん、はい、で北直樹さんと黒田さん、はい、そして菅大郎さん、はい、で私たちというのはどうなるんだろうみたいな、これ聞きに来るしかないですよね。ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。中野さん、ありがとうございました。